準備はいい？ Are the questions easy? まあわかんない。ママの実力次第ですね。はい、ということで今日はおママに日本語のテストをしたいと思います。恥ずかしい。おママは、はい、何年日本にいらっしゃるんですか？結構長いよ。秘密。20年以上いるよね、もちろん。だってゆりちゃんが特にはもうそうだね40年しか30年28年だそうです、まあ、はい、ということで28年間日本にお住まいでいらっしゃるママ様にインタビューを仕掛けていきたいと思います。ちょっとこの髪の毛嫌なんだけど、なんでこんな髪の毛がボサボサかっていうとね、今日は海に行って風に吹かれたんだよね。すごかった。すごかったの。はい、ということで、本日ママに出題していく問題なんですけれども、知らなかったら親父認定される、若者言葉からピックアップさせていただきます。Really? だからママ知らなかったら親父。いやー。おばさんじゃないの？シャフ。Slave to a company. 会社の社と夫人の夫。違う。社の漢字は合ってる。夫は不可能の夫。Oh, black 企業。会社に不在不幸。なんかいい線いってる。でもそんな感じでなんかの略。フルの単語言うね。シャフンフフフフフフはフなんとかフ。そうだよ。不幸ではないね。違う。会社に正社員にならないで。あ、フム不向き不向き。おお、まあまあ、そうそうそう。向いてないの。そう。自分の会社に向いてないの。辞めたいの。違う。うん、まあ惜しいね、惜しい。正解ね。Yeah. 社会不適合者の略。おー、なんか YouTuber とかが言ってる。自分社会不適合者だから普通の会社では働けないとか。まあちょっと甘いね。まあ甘いかもしれない。甘いね。まあそういう仕事しましょう。まあまあ今全国の いろんな人を敵に回したよ。いやー、まあできるだけね、無理しないで。アドバイス始めちゃって。だって食べていけないじゃん。他で食べていける人はいいんじゃないですか。 OK。 あたおか。 What? What? あたおか。 あたおか？ うん。 あたおか？ うん。 漢字2つあるの？ あたおか。 いや、ないね。ひらがなで書いてある、これは。 あたおか。 じゃあ、ということは和製英語？ 違う。日本語、日本語。 Oh my god。 新しいおかみさん。いつ使うのそれ。まあ旅館にお嫁に来た人はあたおか。じゃあ答え言うね。頭おかしい人。おお。あたおかだよ、ママ。あらま。陰キャ、わかる？陰キャ。陰キャ？うん。これは普通に言葉だよ。何の感じだろう。陰キャ。え？陰キャと陽キャ。あ、陰、陰 is negative と陽は positive。そうそうそう。陰化するの。陰キャ。キャ？うん。キャバレーのキャ？は？キャ？キャ。キャバレーのキャ？何キャバレーって。カオキャ。キャ。キャ？うん。何キャバレーって。何キャバレーって知らないの？知らない。よかったね。何キャバレーって調べよう。あ、ナイトクラブってこと？うん、聞いたことない。それ昔のママの時代の話じゃない？ Oh my god、 聞いたことないよ。じゃあ若者言葉、おばさん言葉する。次。じゃ知らないじゃん。日本語わかる？何、知らないよ。誰も知らないよ、キャバレーなんて。知らない。知ってるのかな。恥ずかしい。知ってたら
まあいや、はい、次次。もしもし、陰キャ何？あ、なんか陰なキャラクターってこと。引きこもりとかは陰キャなの。ああ、キャラクターなんか。そうそうそう。わお。ちょっと陰キャの人って外出るの？うちよ。まあ出るけど、恥ずか、あの人見知りとかだったら陰キャだよ。なるほど。タピル。ああ、I've heard of this one。タピオカを食べるかな。タピオカは飲むんだけどね。あ、飲むの？そう。これゆりちゃん初めて聞いた。フロリダ。What？ フロリダ。アメリカのフロリダじゃなくて？まあ、カタカナだけど違う日本語の。フロリダ？うん。フロリダツ。なんでわかったの？ I'm just guessing。え、合ってんだけど。But I like my mouth。違う違う、風呂から出る方じゃなくて、友達とかと LINE しててフロリダって言ったら自分お風呂行くからバイバイってこと。Wow。 え、だと思う。え、ほら、ごめん、フロリダするからまた後で。だからよくさ、夜とかさ、友達とこうやって喋っててさ、行ってくるから。そうそうそう、風呂に行くときにフロリダって言うんじゃない？わお、ママなんでわかったの？気持ち悪い。Just guess。一きた。What？ 一きた。一はマーケット。じゃあ一きた。うん。Your boyfriend came？ なんで？一番の人だから。違う。一番の一？違う。一番の一？違う。まあ、答えは一時帰宅だよ。一帰宅する。一帰宅してから遊び行こうよとか。あ、ちょっと寄ってから行く。だからまあ例えば帰って着替えてから行くとか。うん、じゃあ次ね、まあ、若者言葉はまあママは、まあ、まあ十分だね。セミおじさんぐらい。あ、ちょっとおじさんぐらい。あ、じゃあ次はママの漢字チェックね。あ、うん。職業、はい、第一問は職業の適性は2番ですね。適当の適、こっちは逆に何か分かる？うん、見たことあるね。適質の適ですね。くしゃみですわ。はい、2問。犯人が公正。わお、公正の意味は分かるでしょ。 Yeah, the one on the left lookNo idea, but I'll guess number two. 正解。一番は福利厚生の厚生ですね。Exactly. That's what I was gonna say. Looks like 厚生年金の。あれ？これまた。あらま。次。復旧の名作。Oh. Well, it can't be number one, can it? Because that means it's spreading around. But I don't know what number two is. I'll go for number two anyway. 正解。不朽。Is that a person's name? 違うよ。不朽の名作はなんか色褪せてない名作ってこと。昔のだけど今もまだ人気があるやつを不朽の名作っていうの。朽、oh. は朽ちる。朽ちるってわかるでしょ意味。No. 朽ちる。朽ちるは朽ちるはどういう意味だ。わかるよ。わかるけど説明できない。朽ちるはもう人気じゃなくなること。もうなんか、so、バイバイって感じ。Kind of で不はそう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 。イチャーノ。だから朽ちない、いまだに色褪せてない名作みたいな。It looks like horrible or something。違うよ、朽ちるっていう字、これは。はい。怒りを抑える。The number one。違う。するみたい。Oh no, what's that? 終わり。あ、じゃあ最後これ一個なんか変な問題出すね。プルイ。What? プルイ。プルプルのプルイ。おー、ママ。プルプルイ。プルプル。プルプル。ゆりちゃん、今ちょっとプルイよ。プルプル。You haven't had a bath for a while? きっとの。プルイはプルプルな唇。おー。新しいリップ使ってみたらめっちゃプルイだって。Oh. Makes these words up. 知らない。はい、以上。ママ、自己評価何点？自己評価 3 out of 10、すごい謙虚ですね。Well,
それは若者の言葉でしょ。じゃ違う、じゃあ自分の日本語力は5 out of 10。いやー、結構ですね、ママ。10 out of 10って言うかと思ったけど。Ooh, I don't think so. あ、そう。Lifelong learning. 頑張ってください。じゃあ何、最後に言うことはありますか ?No. じゃあ No って言って、ブチって切って終わりにするね。じゃあ。またやりましょう。楽しかった。バイバイ。わざとらしい。アフターショット。Just relaxing. 撮影お疲れ様です。No worries, mate.